自分でですね、ステロップ入れます。申し込み今日の12時までラストです。社名会と握手会の申し込みは今日の12時まででラストです。ということは近づいているということですね。そう思って衣装とかの話をしてもらう、ハートありがとうございます。レインボースターありがとうございます。ハート、だるま、お花ありがとうございます。7時半ってツイッターに書いてましたよ。あ、始まった。あ、7時か。青だるま、ありがとうございます。7時だ、そうだった失礼しました。青だるま、ありがとうございます。緑だるま、ありがとうございます。今日はいつもにましてお腹ペコペコなんですよ。え、なんで？え、さっき言ったやん、配信始まる前に。聞いてた？今日お腹空いてるわって配信始まる前にも言ってんけど、聞いてましたか？尊い、ありがとうございます。いや、ほんまに生誕祭の時こそお寿司食べたいねんけど。あの、配信のスケジュールとかちょっと決まってる。うん、決まってる。青だるま、ありがとうございます。まだ3分だから。あ、赤だるま、ありがとうございます。お花ありがとうございます。ハートありがとうございます。お花ありがとうございます。青だるま、ありがとうございます。今日も可愛くて素敵、ありがとうございます。こんな朝の顔でありがとうございます。赤だるま、ありがとうございます。これパジャマちいかわです。ちいかわお話し会のパジャマデーはこのパジャマかなと思っております。ちいかわ見えるかな。ちいかわ、見えたかなね、おねむねむごしごし、ありがとうございます。バラ、ありがとうございます。甘やかしたいバラ、ありがとうございます。いや、発売後ぐらい口の周りになんかついてる。そうかな。おはよう、ありがとうございます。あ、そうそう、じゃーん、まだ電気入れてないんですけど、ハロウィングッズが増えました。あ、なんかちょっと反射しそう増えました。え、結構これしっかりしてない？思ったよりしっかりしてる。いくらだと思う？1500円ぐらい。1500円ぐらい。こんなしっかりしてるのに。そう、もっと、全然しっかりしてるFイング。あー、そうなんだ。なんだったっけ、飛ぶ虎ですよ、飛ぶ虎Fイングティガーでしたっけ。タイガーね。いや、知ってますよ。もう知ってるの。知ってるよFイングティガー、飛ぶ虎。え、そうなんだ。こんなに頑丈な作りになっているの、なってるの。これも、それは庭に刺そうかなと思ってるんだけど。いいね。そ
その前に雑草を引っこ抜かなあかんから、そうだね、やってもらわなあかん。ハートありがとうございます。あ、帽子ありがとうございます。お花ありがとうございます。そう、エフウィングティーがなんかそろそろ安くなりますかね。あ、大阪のお越し会追加ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。そう、今日の12時までで、大阪の握手会と社名からの肩たたき会と幕張メッセの握手会の申し込みが最終ですので、はい、ぜひお待ちしております。皆さんもう大丈夫ですか。おしみ、おしみ、何大丈夫ですか。ハートありがとうございます。お花ありがとうございます。雨上げないのいたずらしてください。ただのいたずらされたい人で、ドリルがこれを使うのが得意なんだよね。うん、そう、裏に電池があってね。え、これドリルいらないよ。いや、おバブちゃんが開けないようになってんね。本当だ、すごい、ちゃんとこんなことまで考えられてる。Fウィングティガーね、バブちゃんが使わないようにされてドライバーで、ドライバーじゃないわ、なんかネジで止められてる。あ、間違えた、閉めちゃったネジ。はい、なんか昔ちっちゃい時にクリスマスとかに玄関に靴下あやねがつら下げとったビラ下げとったらな、うん、隣のおばちゃんが、うん、お菓子入れてた。どうせ隣のおばちゃんって分かったらいいけど、分からんかったら怖ない。いや、あやねちゃんが靴下ぶら下げとったからお菓子入れとったねって言う。ああ、言ってくれたんや。あ、3本いいんで、電池。あ、え、3本いる。うん、やっと電池つきのかな。それじゃあなんかあれですね、バババ。白も実は電池でね。しかもこれ炭酸、炭酸やで、炭酸。お仕事いってらっしゃい。怒ってるよ、猫こんな感じなんや。ちょっとつくかどうかわかんないけど、ここの捨てるやつかもしんない。使い終わって考えると軽いかな、ね、3個目の、うん、ついたね。ついてる。 しかもなんかなんかいい感じにさ、じわじわするようになってる。ほら、こんな感じで本物みたいにさ、ちょっとこうなんかついたり消えたり感が演出されている。そう、後ろのコウモリめっちゃちっちゃいですけど、実は電気つきなしコウモリなんですよ。あ、電池切れそうな感じだった。あ、そういうこと、電池が少ないから。違うと思う。ああ、追加したよ、ありがとうございます。よしみ、おはよう、ありがとう、おはよう。お花ありがとうございます。あ、ペンライトも単用なんや。何本ですか、単用。あれ3本や、確かに。ね、優しいおばちゃんの話。バラ、ありがとうございます。
時期がある。もうハロウィンパーティーできるじゃん。ね、できるわ、これ。幕張メッセの握手会はハロウィン間近ということでですね、ハロウィンの服装をしておりますので、トリックオアトリートって私が言うのか。ハロウィンパーティーしましょう、一緒に幕張で。しかも誕生日明けて一番ホヤホヤだから、ホヤホヤどころか、あ、生誕祭のちょうど次の週なので、生誕祭のお話もしたいですね。ハロウィンパーティーもしたいですし、あと2週間ってことか。蓋閉めますね。いってらっしゃい。いってらっしゃい。お花ありがとうございます。大阪のイベントは追加で申し込みしたよ。ありがとう、嬉しいですね。たくさん会えます、ありがとうございます。閉めます。気づいたらね、毎日ここにいるっていう勝負ですよね、きっと。張り付いちゃう。よし。全然さ、あれなんて話なんだけどさ、人生は長いんだ。めっちゃツボやね。ツボとかヘビーローテーションなんだけど、私の中で、うん、いい曲だね。いい曲いません、そういう方。もちろん渚最高ももちろんいいんですけど、車で聴いてるんですけどね。ハートありがとうございます。私のあやねの送迎ソングです、ね、気づいたら毎朝ここにいる。いいですね。いいね。そう、気づいたら毎朝いるって方も多いかと思うので、ぜひオンライン話し会と握手会とお待ちしてます。ちょっと気づいたらここにいるなって方ね、ハマってますので。それはバラありがとうございます。会社員のコスプレ。コスプレちゃうな。おお、危ない。やめてや、失礼しました。危ない。最悪や、もうアイドル人生終わるわそれ。終了のお知らせ。ドライバーです。いや、それもっといいやつあるよ、なんかあのして、あ、ちょっと電動とか、で電動ウィーンも、なんかパパが DIY とかするの好きでね。そうそう、パパがね、よく私もやってたんですよ。なんかペンキで板塗って貼っつけて柵作るみたいな。いや、まあ、要はちっちゃい時に釣りもそうだし、パパのギターも、パパ3本ぐらい持ってますけど、ギターと釣りとそういう日曜大工と、なんだろう、マラソンといろいろハマるタイプなんですよ、ね、でグッズから揃えていくんで、いろいろかじっていくタイプ。グッズが溢れてる。一時期バンド組もうかって言ってましたもんね。バラありがとうございます。で、あやねにギターを抜かされていったんですよね。あ、サウナとかね。そうそうそう、確かに皆さんもね、なんかコスプレしてもいいかも。幕張メッセ一緒にハロウィンデーにしてもいいかもね。はい、幕張メッセ、ま、あの気が向いた方はぜひ何かしら仮装してくれたらハロウィンデーにしましょう。お花ありがとうございます。ちいかわ、そうだよ、ちいかわなの。金曜日なので今日は7時40分からちいかわのアニメがあります。あ、かわいい。なんかさ、ギターでやったらいいやん。なんだ、めっちゃ可愛かった。朝香とひとりごつ。焼きたパンにバターぬりぬり。あ、そっかそっか。
分ね、アイネットなんかね、パンバリンさんありがとうございます。サウナとか、そうそう、サウナもかじってる。あ、でもパパサウナはかじった割に長いよね、結構。マラソンは結構本格的だったよ、うん、サブ4 目指してたんだけど。あのその時お花ありがとうございます。ミュージックはランナー、ランナー、ランナー、走る、走るか。帽子ありがとうございます。公園でコスプレ、まあ、ダメじゃないですし、いますもんね、してる方。確かに言われてみればダメではない。それも楽しそうですね、みんなでコスプレして入るっていう公演。え、そういう日があったんじゃないの、タコかなんか。違う、公演の話で。ああ。やばい、タコ焼きって。あー確かに暑いね、確かに着ぐるみ。青だるまありがとうございます。あやめがペコペコな時に限って申し訳ないんやけど、バラありがとう。めっちゃヘルシー。朝からヘルシーなの今日は、ね、昼ヘルシーなの行くね。今日は生誕祭の近いのでヘルシー。そうですね、生誕祭近いから絞らないとと思いながら、こんな時期に、新作が2つも出ているっていうね。マクドの新作とスタマの新作。でも生誕祭終わってもやってそうだけどね。でも飲みたいし食べたい。終わってから食べようかな。白ご飯がなる、これで確か。え、全然いいよ、それ、うん、はい、プリーズ。お花ありがとうございます。お箸ください。うん、今日ね、新米が届くんですね。イエーイ、吉新米の新米が、はい、新米、おばあちゃんから新米が、はい、届くんですね。はい、いろんなパターンで準備してくれたそうだよ。お花ありがとうございます。いただきます。食べましたか皆さん、朝ごはん。TikTok フォローありがとうございます。よろしくお願いします。 TikTok フォロー、ヨシミのやつもね、やらないといけないですね。うん、そうね、新米が届くだと。そうなの、そうそう、後ろにメタスラあるけど、ドラクエ好きです。はい、好きです。なんかおしファンの方が教えてくださったんですけど、ロフトでなんだっけ、ドラクエフェスティバルじゃないけど、なんかグッズコラボみたいなを12月ぐらいまでやってるみたいね。へー。シューマイ。嬉しいけど、なんかね、書いてたよ。まだなんだ、食べてる。ナウ、いいね。青だるまありがとうございます。黒ね、黒いよね、スタマ。ミンキーさんじゃないです。レインボースターありがとうございます。いいね、フレンチテイスト。
ピアノうまいね、ありがとうございます。なんだろう、ロスにドラグ屋増やしてた時の ATM? どんなやったんやろ。これはほうれん草、小松菜ですね。小松菜か、お前小松菜や、シャキシャキして。あの鶏を丸々5年ぐらい飼ってましてね。そんな飼ってたよ。これ飼ってましたね。ハムスターを1年半、鶏を5年ぐらい飼ってたんですよ。ひなから育てて、おじいちゃんが飼ってきた一郎と二郎っていう鳥なんですけど、ささみです。インコのひなを飼ってきてね、つがいじゃないとかわいそうだって言って調べたらオスとオスだったんですよね。オスとオスの、で名前をつけた方がいい、名前はおじいちゃんがつけないとって言ったら一郎と二郎つけたんですけど、本人忘れてたんですよ、名前をね。で一郎の方はちょっとなんか個体がもともとちっちゃくって、すぐにちょっとね天に召されてしまったんですけど、うん、二郎の方が強くっておじいちゃんがずっと世話してたんですよ。今思ったらすごいよね、うん、毎朝おじいちゃんがお世話してたんですよ、二郎。それはでも二郎がね、やっぱちょっとあのおじいちゃんがね、なんか二郎鳥が1週間近くうずくまってんねんやって言われて1週間後やね。でまあ、あのまだ元気じゃないんですけど、まだ息はあったんですけど、やっぱちょっとなんかあの結構鳥専門のところに連れて行って、病院に連れて行って見てもらったら、どこもこう外傷もないし分かんないけど、おそらく内臓系の疾患だと思うからちょっと難しいって言われて、うん、まあ、ちょっとあの伏見家の小高い丘の方に移動ね、お墓に行っちゃったんですけど、ね、うん、ネムネムです。おはよう。おはよう。欲しいなっていう話をしたからね。急に語り始めたけど。いや語りじゃなくて、小松菜で思い出したってこと。そう。小松菜で思い出した。それ言わなきゃ、なんで鳥の話し始めるの。小松菜で思い出した。鳥の話急にし始める人になっちゃう。その通り。小松菜が好きだったんですよ。小松菜が好きだから鳥を思い出して、ママは鳥の話を急に始めました。話の経緯が。タコありがとうございます。ね、いいよね。タコありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、タコありがとうございます。麻雀昨日買ったんですよ。強いね、覚えた。いや、何が覚えてない。ただ揃えてたらいい手になったみたいな。ハートありがとうございます。そう、ガイドに従って時の流れに身を任せていたら勝てる。そうそう。ドラが4枚いいのかな。ドラ4枚揃ったんですよね。それは結構なかなかないんじゃないかな、わかんないけど。でもなんとなく自分の中でこれは高いかなと思って揃えてるのね。うん、あ、それはそれは。対戦ね、ありがとうございました。対戦楽しかった。レース計算は測らないんでね。あ、カンするといいのね。はい、おい。山奥で修行。
いってらっしゃい。いや山奥なんやしかも主演。まあ、ね、ね。黄色だるまありがとうございます。寒いから気をつけてください、ね。お仕事いってらっしゃい。頑張るよしみありがとう。いってらっしゃい。薬杯。ね、楽しいです、まんちゃん。おや？ドラ？ドラか。ドラ。おや？ドラ。ホタテは？ホタテ。合ってる合ってる。ん？ホタテじゃねえの？ホタテ。ホタテって合ってる？ホタテ。ホタテ。ホタテ。なんかアマンコのビーバーみたいだった。薬杯ってなんだよ。あやぴょんさんが褒めてくれたの。ああ、そうなんや。なんかラジオでも話してくださったみたいで嬉しい。あやぴょんさん嬉しい。なんか岡山のラジオでね、無人島、そうそうそう、で会った時に無人島の話しました。嬉しい。あの赤のジャケットの方ですよね、岡山のラジオ。うん、何度かコンサートでお見かけしました。あきら先生を見た時と同じぐらいの衝撃でした。いい牌を引いてきたね。いい牌を引いてきたね。なんかねえでなんかすごい凛々しい声で言うよね。そんな凛々しい声で言った覚えはないんだけど。全然まだまだ油断はできない。なので赤灰は白って真っ白の無地のやつかなと、うん、初かな、初みたいなやつと中と自分の方角なんだ。あ、だから方角言ってるんだ。あの方角ってじゃあ自分の方角のやつを集めた方がいいんですか？全然そうなかった。あれ、東南社ペイですよね。東南社ペイで揃えた方がいいのかと思ってた。とうとうとうとか、自分がとうだったらとうとうとうの方がいいのかな。わかんない。お花ありがとうございます。ゆじみのいい牌を引いてきたねが好き。おえー、ありがとうございます。凛々しいやつ嬉しい。詳しいよね、皆さん。ね、残念。今日の収録楽しかったです。まあ、でもほとんど一発だったけどね。楽しかった。めっちゃ多くて
美味しかった。4位狙いペンライトありがとうございます。風邪って言うんだ。へえ。なんかあやねの声が聞こえてくるわと思ったら、昨日ずっと夜パパがやってたわそうなんや。何で、何のアカウント名前かしら。東南シャーペーは覚えた。党はみんな党が使える。親ならダブ党。親新しいの出てきた。あ、親だよとか確かに言われる気がする。ハートありがとうございます。党一曲はみんなの本格なんだ。党はじゃあ党以外になることあるかの時は自分の集めた方が点高いってこと。そう分かるんや。それいや分かってるか分かんない。なかなかすごいね。半袖バイク寒いよ当は常に薬杯なんだ。へえ。あえてリーチしないのを覚えましたね。私も最近あえてリーチしないのを覚えました。あ、もう勝手に待っとくってこと。残りの数が少なかったらリーチして出てこなかったら点が減って終わるから。あ、1500な。あ、1000か。500にリーチで1000減って、うん、そのままでもそのまま終わっても点牌で点はもらえるけど、うん、それだったらリーチで点を減らさずに点牌で終わった方が高くなる。いや、合ってるか分かんないけどそうなのかなっていうのを覚えました。リーチはあのなんか間違いが少なくて上がれないかもっていうのはそういうのを言ってるんだなということに気づきました。のんびり考えてはるわって思っていきなりロンって言ってはる人はそれやねんな。分かんない。他に作戦があるのかも分かんないけど。そうそう、警戒されますもんね。確かに。ひっそりひっそり上がりもいいかも。そうそう、パパさんも私もこの前ヨシミンの方と対局しました。トンか、親じゃ、ん？トン。そうです、パパと対戦してください。お花、ありがとうございます。トンって読むのか、トウじゃなくて。おへぇ。あ、合ってる？合ってた。アイドルの会話ではない、確かに。朝7時から麻雀の話をするアイドル、高校1年生そう、黙って先輩の方が点が高いのかな。あー、麻雀大会って面白いかもね。おはよう。お父さんちょっと待ってな。吐くって読むね。うん、うん、かわいい、ありがとうございます奥が深いね。極めれば極めるほどどんどん極めれるってやつだね。それ奥が深い。あれだね、あのゲームを与えなかったとか言われてたけどさ、そういうわけじゃなかった。
ジャニーいいやつですね。でみんなの残念も聞きたいから、うん、まだ私自分の推しメンを自分にしてるというか初期設定が自分だったんですけど、変え方分かんなくてさ、いろんな人の声でやってみたいんですけど、でもシークレットカード自分の持ってるしなとか思ったり、いろんな人の声聞いてみたい。ジャディあ、ではそろそろ終わりたいと思います来てくださってありがとうございました。なんだっけ、そう今日は夜なしで、明日はまたお知らせします。ちょっと未定なのでお知らせします。今日も良き日になりますように。はい、皆さん今日も良き日になりますように、お気をつけてお過ごしください。12時まで握手会と喋り会の申し込みがやっておりまして、その2つオンライン話し会もやっておりますので、もちろんお待ちしてます。その2つが今回今日の12時まででラストになりますので、皆さんお待ちしております。ちょっといつも配信は見てるけどちょっと会う勇気はないなって方もきっと大丈夫ですので、行ってみたら意外と大丈夫だったりするので、ぜひ。無最初だったらいいのにね。ね、それは思うけど、まあまあオンラインでもちょっと会うの直接はちょっとまだ無理かなって方もオンラインがありますので、オンラインでもぜひお待ちしております。ではでは終わりたいと思います。13位ダニーメッサーさんありがとうございます。12位ウルスさんありがとうございます。11位コシオさんありがとうございます。10位アサグさんありがとうございます。9位チャンシモさんありがとうございます。8位平八さんありがとうございます。7位アツキュンさんありがとうございます。6位ウーカメインの箱石さんありがとうございます。5位カツラさんありがとうございます。4位、しょうちゃんありがとうございます。そして3位はトゥルルルルルルン青いボイさんでした。イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます。そして2位はトゥルルルルルルルンブヒヤマブヒヨさんでした。イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます。そしてこの配信の1位はドゥルル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 ルドゥン、ミョンさんでした。イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとポリポリ、皆さんも来てくださってありがとうございました。朝からありがとうございます。バナナ食べた？食べてない。バナナ食べたい。オンラインの方が逆に緊張する。あ、そうなんだ。あの、そういう方も結構います。皆さん あのお好きなところでここ行ってみようかなと少しでも思ったらぜひお待ちしてます。はい、気づいたら毎朝ここにいるな、よく考えればって方もぜひお待ちしてます。はい、今日も頑張ろう。心に深く染み込みました、ありがとう甘やかしたい、ありがとうでは終わりたいと思います。ああ予防接種、いってらっしゃい、頑張ってね。そういえば毎朝見てる、そうそう、そんな方もぜひお待ちしております。では終わりたいと思います。朝からありがとうございました。
金曜日フライデーです。頑張ろうフライデー。はい、それでは次の配信も来てくれるかな。それでは行ってきます。またねー。